はい、どうも、マグマグマグロンと申します。あ、やべえ、こんな議員指示俺逃してるの。普段は熱い間欠泉も時にはちょうどいい温度になる。その時のお湯の成分は入れば万病に効くとも言われていて、皇帝の産湯は決まって間欠泉の湯が使われていたという。まあ、この話本当かどうか確かめる方法はないのだけどね。赤ん坊の敏感な肌に温泉なんて、ましてや玉のように大事にされてる世継ぎにそんなことするわけないわ。あら、タリアさん、なぜそれをご存知？ね、まあ、お子さんがいらっしゃるという設定なんですが、お子さんはこれは出てこないんでしょうか？ はい、次、いつものように鍛冶屋でやっていきましょう。まずここで火を全部起こしていこう。道義だからラマールラマール。いや、まあちょっとしか増えないね。あとはリズボは少なくて助かるな。まあもう一回いける？ちょ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 、すんごい量だった今。火属性は、あとは暗いさ。また生きる。ああ、でも高い。やめよう。で、もう一個が金属製なので、ヨズガード。味気ないんだよな、これ。このキャラクター。顔見えねえし。やだな。あ、初めてだったんだ。まあ、ちょっと近場にあったからしょうがないんだよね。好みじゃないんだけどさ、ここしかなかったんだよね。ちょっとね、次はね、戦闘が多い場所に行くので、ちょっとね、ちゃんとしっかり鍛冶屋をやってから先行きたかったんだ。金属製は、あとはリズボアの頭。して、あとはちょっとここにおそばにはないので、適当に揚げていっちゃいましょう。トマトトマトトマトの土属性、これかな。あれ、なんか必要な素材が出なくなっちゃったけど、バグった。一回お店出るか。あれ、出なくなっちゃった。必要な素材が出なくなっちゃった。もう半信半疑で買うしかない。必要な素材を教えてくれなくなっちゃった。次はオグニアナの斧ばっかりだね。はい、これでおしまい。よし、じゃあ次行きまーす。はい、じゃあオープニング終了。こっちじゃないか。 はい、久しぶりに故郷に帰って、ああ、セイマくんところ会いに行けなかった。あ、やべ、なんか動いちゃった。また出てきた。お前何なの？血染めの方向、罠にかかった獣の亡骸から生まれた魔物、赤黒く燃えている。ちょっと何なのこれ。まだやらなくてもいいって書いてあったんだけど、やらなくていいんだよね。実はね、ここでかんざし使うと、ここも火のかけらがあるんで、そういうイベントが起きます。ただやりません。東の村、ノルムの人の村。ここではね、ちょっと長いけれども、サブイベントを今日はやっていきたいと思います。はい、ドン。鋼のお守りを手に入れた。あ、なんもねえの？技術力、なんかすげえキャラクターだな、これ。お腹お腹。この寒くねえの？技術力を要する仕事だってさ。技術力が高いのは、リズボア。
同じキャラクターとしてさ、リコ置いていくか。あ、同じ頭してんだしな。じゃあリコあげるよ。で、相変わらず産業開発はやってない。はい、やってない。で、ここの鍛冶屋は金と。あれな、入ってなんもねえの、なんもねえの。はい、じゃあここは、え、ここも入れんだっけ。ここ入ってなんかあるの。なんもねえの。なんかいますね、野生モンスター。なぜこんなところに魔物が出現しているのだろうか。魔物と戦うと何が起きるのだろうか。2体ほどいるんですけど、ノーバルハードと分かれてますね。これは何て読むの。同時走り、わらべ走り、まあ、分からん。北海沿いの道の大きな難所、小さい子供がやっと通れるほどの細い道が海岸の崖に沿って続いている。調べる。狭い道ね。足を踏み外したら海に真っ逆さまね。あんた歩きそう、歩きにくそうな格好だが大丈夫か。大丈夫よ、綱渡りだって楽勝だわ。そうか、先に行ってくれ。それじゃあお先に。大丈夫。なんかこっちになんかあるね。ガストーゴージ。あ、モウレワ州にこっちから行けるんですね。で、ここにこれからな問題があると。乙女崖。北海沿いの道の大きな難所、乙女が身を投げて海を沈めたと言われている崖。すごい崖だな。行けるのか。風も波もすごいぞ。乙女が身を投げて海を沈めた、そんな場所らしいわよ。俺が落ちたら余計に荒れそうだな。ああそうね、絶対に落ちないでよ。なんかちょっと、何ちょっとイチャイチャしてんの。ちょっとカーンさん何やってんの。なんかここ広いな。なんか広いですな。何もない。石碑、この地を守るために戦った三戦士の魂を称える石碑。今回は紹介で終わっちゃうかな。三戦士、ラク、ラム、シム、懸賞碑。三人の戦士はその身を盾とし魔物の進行を防いだ。三人は息絶えた後も石像のごとく北海を睨み続けた。三人は、なんて読むの、今期でいいとなってもなおこの地を守り続けている。2位になっちゃってるのもうね。もう一つ、西の村、ノルム人の村。会話。ああ、びっくりした。またあいつかと思った。サビット、武器マニア。ノルミ辺境州には五行武器の一つが隠されているっていう噂だ。一度は見てみたいな。あるの。あ、そうだ、それをやるんだね、これからね。あら、お素敵。仲間にならないか。はい、これはもういつもの、ね、お約束なんでね。いや、こんな話はご存知かな。その昔、この地に、あ、さっきのやつだ、シム・ラク・ラムという戦士がいて、彼らはこの極寒の地で生活する住民を海賊から守っていた。海賊たちの狙いは村の金品ではなく、この地に眠る伝説の武器を手に入れることだった。三戦士によって海賊たちは退治されたけれども、その欲望は尽きることなく魔物と化してまで襲ってきた。三戦士の力で魔物たちは退けられ、魔物たちは伝説の武器を諦め去っていった。しかし三戦士も力尽き、この地に眠っているという。三戦士が守った伝説の武器は今もこの地のどこかにあるという。まあこの話は本当かどうか確かめる方法はないのだけどね。はい、じゃあ確かめましょう。取りゃいいんでしょ。海賊が金品じゃなくて武器を狙うなんておかしな話よね。三戦士が守ったのが伝説の武器の方が話は盛り上がると思ったんでしょうね。三人を知ってるのもんな、その言いぶりは。
はい、じゃあこれでおしまいと。二度入ると何も起きない？あ、また会話があった。のるみ辺境集、あ、これは本当同じのを2回言っただけ？なんだよ、大事なことだから2回言ったの。はい、というわけでこれが今回の問題なんですが、ウィキによると何十時間もかかるよと警告文が書いてありました。やりたいと思います。この野生モンスターを戦えと、そういうことですね。じゃあモンスター自体はカットしていきたいと思います。じゃあ行きますよ。ノーマルなんでね、普通に勝てるとは思うけれど、カウンター技か。 OK、 じゃあ行きましょう。あ、イベントなし。はい、じゃあ多分戦闘は、いや、光らない限りはカットしていきたいと思います。はい、ノーマルなんで。ちょっと服がきついかも。あら、感謝いたしますわ。そんなに強く相手ではなかったですね。もっとよ。ランク不足って書いてあるな。はい、動きます。はい、流氷いらっしゃい。あ、白熊だ。というわけでですね、このようにね、白熊がね来るんですね。ここに流氷がいっぱいやってくるんですが、それはランダムでやっていきます。あとは回数をこなして戦えば戦うほど、ああやって流氷が増えてくると。なんか瓶が流れ着いてきました。はい、というわけで、これもね、大事。熊の好きな蜂蜜が入っている。この瓶は蜂蜜ね、どこから流れてきたのかしら。というわけでですね、こちらは蜂蜜でございます。で、これを、要は、白熊って蜂蜜食う？もうわかんないけど、未知の食べ物を食べるわけですね、じゃあね。そうするとあいつは毒と。そういうことなんで、これを延々繰り返すんですが、ランダムっていうのがね、非常に残念ですよね。難しいんですよね。あ、イージーになってる。はい、じゃあこれもまた延々と作業していきたいと思います。これは今回長いっす。よいしょ、じゃあイージーやろう。さあ、次はどこに来るかな。あ、そっちでしたか。というふうにね、ランダムなんですね。なんか来た。今度は木箱が来ましたね。もう戦闘画面は一切カットでね。こう、今日はこういう回ですよ。何が入ってるんでしょうか。敵も入ってるの。どういうこと。じゃあまあ、戦うよ、じゃあ。ねえ、ほんと。しかも何入ってるか分かんねえのがめんどくせえな。じゃあまあ、これをまたカットしまーす。あれ？素材だった。鱗。あ、もらってから戦闘なんだ。そんなこともあるみたいです。あ、これでつながりましたね。ようやっと来ました。あ、また白クマ来た。というわけで、これでつながったので渡ってみましょう。なんかいる。ちょっと待って、まず白クマに蜂蜜をあげよう。熊をどかさないと先には進めない。蜂蜜が答えかしら。あげてみる。正解だったわね。あまり腑には落ちないけれど。あ、いなくなったと。戦うことはできないよね。熊をどかさないと先には進めない、そういうルールね。鍵になるアイテムが手に入るはずと。魚かしら肉かしら、まあ、普通そっちだよな。で、なんか氷漬けの人がいるんですけど、これはどうしたらいいの。遭難者。え、戦うの。で、じゃあこれも戦うところはカットします。あら、困ったわね。その一言で終わらせちゃう。よし、じゃあここはちょっとちゃんと戦いたいと思います。はい、じゃあカット。
目のやり場に困るな。あら、久しぶりのセリフが出ましたね。ハルピュイヤ、ヒッカク。これが何凍ってたの？そういうわけじゃなくて、これが凍ってたんだったらそれは素敵な話じゃないですかね。はい、あとは喋んないので、戦闘はきっとこれでカットだと思います。あ、眠らせるやつ連れてくるの忘れた。まずい、これは寝ないぞ。さあ、氷漬けは何かあるでしょうか。亡者の怨念が幽霊船を呼び覚ました。ちょっと今機関待機中。リコ、あ、さっきなんか仕事じゃなく戦わせてくれ、仕事嫌だった。棍棒技が上がった。あ、金の結晶100個いいね。呪われた使者たちが操る船だ。というわけで、これもが本来のねイベントの一つになっております。じゃあこれも行きたいと思います。その前にセーブ。はい、なんかまた流れ着いてきますね。誰かが手紙を入れて流した瓶だろうか。紙が入っている瓶、調べます。瓶の中の紙切れは地図だった。封印されし三戦士の地図ということですね。またさらにニョキッとこう出てきましたね。さらにもう一個ニョキッと、まだあるのかな。ニョキッといきましたよ。虫の隠れ家ハードですね。ヨキリス港ハードですね。ヨネット音穴、はい、この3つが開きました。あれ、もう蜂蜜ないの。ここはね敵がいっぱい出てくるんだよね。何が入ってるのかでイージーか。まあしょうがない、戦えってことね。はいよ、25個。これ結構儲かるな。高速ながら来た。これは大きい技来た。この最終技に近い。椿で始めよう。いや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 、オグニアなら最終武器。これはいい技覚えた。高速ながらもう覚える。最後までこれで一本でいけるぐらいの、それぐらいの必殺技ですよね。あ、それでもあんまり使わないんだ。一気に行くよ。さっき木箱の中身をゲットしました。で、まあ、まだまだ一応あるんですが、今回の目的は、え、またこの3つやりたいと思いますが、おそらくハードなんだけど全部戦いはカットしたいと思います。はい、じゃあちょっとセーブ。はい、じゃあまずは虫の隠れ家。あ、何もお伝えしてくれない。あ、何もイベントはない。じゃあそのままね、さらっと戦いたいと思います。これは多分カットになっちゃうのかな。じゃあ、はい、じゃあ普通に戦っていきたいと思います。いきなうまー。三戦士の一人ラクと記されている。これを全部雪だるまを作っていきたいと思います。なのでここから先もまた2つカットして、いきなり雪だるま3つからお送りすると思います。はい、じゃあカット。忘れないわよ。
巻きと最後のターンだけ動画にしてるかもしれないし、再挑戦かける3回やりましたね。ないとね。お、なんか戦術家を習得。迷惑をかけたな。役に立つだろ。めちゃ時間かかった。これも成長か。手応えあったのよ。いや、塔っていうね、あの魔法はね、やばいんですよ。4ターンかかるとはいえね、めちゃめちゃいい、あの全滅できるんでね。あとランク C のやつがね、召喚して生き返らせるからもあった。いやいやいや、ややこしかった。ただこれで2つ目の洞窟がクリアと。はい、2つ目の雪だるまですよ。戦闘は全部カットしておりますが、さあラストの戦闘いきたいと思います。寝よっと温血、ちゃんとセーブしよう。あら、音楽が普通だ。あ、しかもやっぱりセクシーなカーミラさんでした。誰も喋らない。彼の獲物としては強すぎる。ああ、強すぎるの。なんか難易度を教えてくれた。ああ、こいつが強いのか。なんかやべえのがいい。はい、じゃあまたいつものように試合はカットしまーす。豪華に行くわよ。なんだこれ、メイルブレイク、これで死にそう。頼む、寝かしつけてくれ。寝て、弱ー、助かった。あ、しかも失敗した。余計なことしてた。あ、でも生きてた、よかった。一つ壊れ、おい。あ、でも寝かしつけたけどまた起きんのか。あとここら辺の感覚次第でって感じだな。叫ぶか、これがどんな技なのか、全員攻撃なのか。たださっきね、ちょっとね、覚えたての技があるんで、ピコーンってのをね、取り逃したんだよね。なのでこれをお見せしたく。そう、デタラメアもね、覚えたんだよね。だからちょっとこれもお見せしたい。取ってなかったんですね、俺が。はい、金のトロイメライ。どんな威力。逃げ道を塞ぐ。デタラメア。ミス多かったな、今。武道拳、これで終わってくれると助かる。美しい勝利。はい、美しい勝利でした、本当に。いや、よかったよかった。ずっと寝かしつけてはチク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 。あら、感謝いたしますわ。気力も重要だ。サムライソード、なんかもろた。将来はよく使うんで、早くランク上がって。チョコってなんか変な音したね、今ね。はい、というわけで雪だるまんが3つになりました。というわけでこれでクリアだと思うんだけど、どうだろう。はい、3戦士の1人、ラク、ラム、シム、3つ揃ったんで押してみましょう。我が魂を受け継ぐ者がついに現れた。表彰を8つ手に入れた。これで終わり。でラムは、私の思いを受け止める人がやっと現れたのですね。そういう喋り方なんだね、この人は。こっちも表彰16個。最後はラク。俺様のど根性を受け継ぐ奴がとうとう現れたか。お前なら武器を使いこなせるぜ。あー、飛んでった、ジャキン。受け取れ、アバよ。あー、かっこいいじゃないですか、雪だるま。
はい、というわけで五行の武器水をいただきました。またセーブします。しっかりニューセーブ。はい、次3。できれば被ってないのはいいな。水の五行の武器を獲得。水星と古を手に出た。念願の水の武器のトロフィーもゲットしましたよ。水星刀だそうです。わあ、なんだ、また出てきた。なんなのこいつは。すぐなんだ、あの魔物は。新手の名魔が地上に現れたのか。あの感じ、メーマとはちょっと違うわね。どちらかというと邪神の放つ木に近いわ。ファイアーブリンガーの手下が現れたっていうのか。邪神は滅んだはずだろう。あ、水の五行の武器で封じられていた魔物、雪の女王だって見たい。はい、というわけでその前にね、見たいものはそっちじゃなくて武器だ。俺が見たいのは武器の方だ。体験か、なんだろうって感じだよね。どっちだろうね。水星と体験ですね。前回手に入れたのが証券だったんで、まあいいでしょう。互角。偉そうに。まあこれはこれでセーブしていいでしょう。